気をつけろ。大地のエテリアが枯れたために幻獣生物が凶暴化しているようだ。要するに腹が減って気が立ってるってわけか。そういうことだ。Whoa!
まだオルドが残っているらしいな。厳重生物たちの親子、あるいは女王と呼ばれる。神明は下った。私は反逆者である君たちを処分しなければならない。反逆者か、短絡的だな。君たちの言い分を聞く必要はない。私は神々のご命令に従うだけだ。待ってくれ、あなたもカテナなんだろう。仲間同士でそんな。やめとけボズ。俺もそうだったからわかるけどよ、今のこいつに何言っても無駄だぜ。それはそうかもしれないけど、いっぺんぶちのめさなきゃどうにもならねえんだよ。レオン待て。本気で行くぜビティス。うわっ、神々の子なのか。え？まあいい。オズの名において神明を
を執行する。下面に一発かましてやるぜ。Thank you.
Thank you.
Yeah! See you!
逃げるんだ。おい、you
子のこと。反逆者どもが。ジュジュにガルムか。現役オズが勢ぞろいかよ。暇だね。オズ、この人たち。ここで待っていれば必ず来ると思っていた。ここ。ドロシー、お兄ちゃん、お兄ちゃん、本当だ、フィール兄ちゃんだ。助けに来てくれたの。妹と子供たちを返してくれ。僕はあなたたちと戦いたくなんかない。何言ってんの。ビーティスと戦って生きてるやつなんて久しぶりだもん。今度は私と遊んでくれなくちゃ。不謹慎だぞ小娘。これは遊びなどではない。貴様、神明を何と心得るか。はっ、うるさいわね、この犬っころ。やることは結局一緒じゃないの。そうそう、一緒なんだから、さっさとやろうぜ。それしかないのか。やれやれ、フィール兄ちゃん、そんな奴らぶっ飛ばしちまえ。お兄ちゃん、頑張れ。これは…なんだ。あとは任せた。待て、ドロシをどこへ連れて行くんだ。その少年は神々の子かもしれない。できれば捕獲しろ。はっ、出来損ないの作り物を捕まえてどうするんだか。作り物。あら、あんた知らなかったの。ただの人間がエテリアやレクスを使えるわけないでしょ。あんた、神々に作られた人形なのよ。なのに神々に逆らってんだから、大した出来損ないよね。フィール、戯言を真に受けるな。シャキッとしろよ、ボズ。こいつらぶっ飛ばして、妹追いかけんだろ。Thank you.
考えておるか知らぬが、そもそもの目的を忘れてはおるまいな。分かってるよ。おい坊主、俺の目的も忘れんなよ。たまたま行き先が一緒だから付き合ってやってんだぜ。ああそれも分かってるってならいい。じゃあ行くぜ。不器用なやつだ。ああ行こう。Yeah!
承知。レオン、おいよ、ボズ。
なところまで来よったか、知れ者ども。ガルムか。これ以上神々の御座所を汚すことは許さん。この俺が神明を執行する。おいおい、一人で大丈夫なのか。二人がかりでも尻尾巻いて逃げ出したくせによ。なんだと。分かっておらんようだな。あの小娘はただ邪魔をしておったに過ぎ、本来は貴様らごとき俺一人で十分なのだ。徒党を組まねば何もできぬ貴様らとは違う。はっ、てめえこそ分かっちゃいねえぜ。なんで大津が三人なのかってことかな。お酒。オズの名を汚した反逆者にオズを語る資格などない。その口二度と開けぬよう引き裂いてくれる。